世田谷区の二子玉川駅前で30年余り続いてきた再開発プロジェクト二子玉川ライズが完成し、商業施設やオフィスビルが24日にオープンします。この街が目指すのは住む人だけではなく働く人も快適な街なんです。二子玉川駅から直結という新たな商業施設、構想開始から30年という一大再開発プロジェクトがようやく完成しました。1982年から進められてきた再開発プロジェクト二子玉川ライズ、すでに第一期事業としてショッピングセンターなどおよそ8ヘクタールが完成していましたが、今週金曜第二期部分のおよそ3ヘクタールに商業施設などがオープンします。日本初上陸というスペイン料理の店をはじめ17店舗が入り、世田谷区内で初めてというシネマコンプレックスも併設されています。住みたい沿線に、さらにプラスされて働きたい街と、働きたい街、二子玉川が実現するのではないかなと。都心のベッドタウンというイメージが強かった二子玉川ですが、目指すのは働く人にも快適な街。施設内のオフィスビルには大手 IT 企業楽天の本社が移転する予定で、およそ1万人が働く見込みです。このため自然に囲まれた環境で想像力を高めてもらおうと、施設内に屋上庭園を整備。また多くの店の閉店時間は夜9時やそれ以降で、仕事の後にもゆっくりと買い物や食事ができます。これからはソフト運営をどういうふうにやっていくのかというのを地元の方々と一緒に考えながら、この街全体が盛り上がるような方向に持っていきたいなというふうに思っています。再開発プロジェクトの完成で二子玉川の街はまた一つ大きな変貌を遂げそうです。